よし。いや、暑いですね。暑いねっていうことでさ、赤ひれがね、食われたんですよ、カエルたちに。もう、あんま俺が餌あげてなかったっていうのも関係してると思うんですけど、まあ、そんぐらいね、腹が減っているカエルたちです。ということで、今回はこのカエルたちにですね、いっぱいのコオロギをあげていきたいと思います。はぁ、逃げられちゃった。ミスった。少しの躊躇が身を滅ぼすんだ。ここは初めてかな。こいつさ、あんまここのカエルたちが前に出てこないからさ、どこにカメラを設定していいかっていうのは難しいんだよね。いや、なんか今までさ、飛翔力のないヨーロッパイエコオロギばっかりをさ、餌にしてたから、最近のコオロギの飛翔力の強さに驚いています。次で投入します。まあ、こういう時はね、一番働くのは土ガエルなんですよ。もうほぼ土ガエルのケージですからね、ここは。お、殿様が。ちょっとこれじゃあね、土ガエルのお腹がパンパンになってしまう。元からパンパンなんだけど。あれ？うん。キチゲ発散ゾーンいる。ということは多分ね、あとは自分から出向かってきましたね。え？食った？今の。無理だよ、もうやめな。もうツチガエルはもういいから食わなくて。なんか思ったより一瞬でコオロギがいなくなる。やめて、もうやめて。あなたはもう食わないで。もうほら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 、もう発言するなと。ほら、もう怒られちゃった。殺意がすごいな。なんかちょっと大将でかくなりましたよね。あんま俺餌をあげた覚えがない。ああ、そっか、ジビアとか食べれるか。そっか、だからジビア食えばいいのか。もう相変わらず貪欲のツチガエルですよ。お前はな、食いすぎなんだよ。もう食わなくていいから。わかりますか、俺の言ってることを。これは箸です。これは箸ですよ。あ、もう全部いなくなったんじゃね。なんか一瞬で終わっちゃったな、何もかも。ちょっとね、やっぱり消えちゃったんでね、もう赤ひれがね。お、まだ一匹。ダメダメダメ、やめてやめて、ダメ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 です、ダメです。食ってはいけない。あー、危ない。あ、食ったか。やったか。目を閉じない。ってことはどっかにまだいるかもしれない。まあね、もう赤ひれがどこにもいないんだよね。絶対食ったよね。あ、いたいたいた。おーおー、食った食った食った。
なんかまだいる、まだいるぞ。まだいた。さあ来い。お、ここにもいる。やっぱ隠れてんだな。やっぱ隠れ身は伊達じゃねえ。うわ、クソ、来やがった。やめろ、やめろって。うわ、やめろ、来んな。どっか行け。あ、やばい。なんか久しぶりに3人集まった感じがする。あ、逃げちゃった。いますよ。これは違うって。来るな。やめろ。来るんじゃない。どっかに行け。これは大将に食わせたい。大将に食わせたいんだよ。お前は出てくるな。あ、もう大将が興味を失っちゃったよ。え、何してんの、何やってんの。ほらほら、よし、よかったね。カニのもいなくね。カニのも、カニのもいないから、カニのも後で増やそっかな。はい、という感じで終わります。さよなら。溢れるこの気持ち、抑えられないから、あなたを求めているから、くりまみえるこの体は捨ててしまいましょう。カビスプーン欲しい。